You're listening to Shibuya Cross FM. はい、始まりました。毎週金曜日7時からの渋谷主企画、パーソナリティの和田愛理沙です。よろしくお願いします。アシスタントの町田春日です。よろしくお願いします。はい、アシスタントの田中紗恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして3週目のパーソナリティをしてます、はい、ハミです。よろしくお願いします。はじめまして。どうもどうも。お願いします。はい、まあ、なんと、はい、今日ミサさんがねインフルエンザで、ね、そうなんですよね、はい、こんな回にお休みということで、はい、代わりに私がアシスタントというか、はい、パーソナリティというか、ね、はい、進行を務めさせてもらいます、はい、よろしくお願いします。お願いします。せっかくなので、はい、皆さんそれぞれに自己紹介の方を改めてお願いしてもいいでしょうか。はい、私から、はい、普段じゃない去年まで、うん、そのリエンダっていうブランドの広告塔として、うん、リエンダガールズうんうんうん、SNS 発信したりとか撮影したりとか、はい、そのグループに入ってたんですけど、うん、去年で卒業しまして、うん、今はリエンダのブランドの企画デザイナーとして、うん、活動しております。よろしくお願いします。はい、じゃあ私行きます。町田春日です。普段は大学生として今3年生なんですけど、4月から4年生でバリバリ就活が始まっちゃうので、うん、ちょっと今頑張ろうかなと思ってるんですけど、うん、アパレル関係の大学なのでちょっと有沙さんにずっと憧れる部分があって一緒にお仕事させていただいて嬉しいなって。ありがとうございます。最初から泣かせに行く感じで泣かないしかも自分で言うんだ。泣かせに行きます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、田中紗恵です。身長が160センチ以下の1サイズモデルとして今活動させていただいてて、うん、最近は去年先月の12月16日に台湾の台北で行われたアジアファッションアワードというファッションショーに岡前さんの浴衣を着て出演させていただきました。すごい、160ないんだね。ないんです。ギリギリ160センチなので、なるほど、以下にギリギリ入って、はい、作り込んだやつね、はい、もっと大きく見える、うん、嬉しいです。はい、こんな感じで頑張ってます。はい、ありがとうございます。そしてですね、そんな3人が、はい、今日は卒業とああいうことなんですよ。そうなんだ。なんで嬉しそうなんですか。その次、その次、その次、うんうん、あそこかそこか、そうそう、なるほどね、うん、もうその先行っちゃったの。結構大事な話だったよ今。そうよね。まあね、まあ、最後ということでね、はい、ここからのね、うん、番組説明の方を、はい、男気じゃんけんで、あの長いやつですよね。長いやつです。男気じゃんけん、あれをじゃんけんで、そうですね、勝った人に、あ、最後ね、読みたいですよね。読みたいでしょ、みんな。何出すの？何出します？何出す？何出す？私、じゃあ私は無難にチョキ出します。じゃあ私ちょっと、うんうんうん、パー出すわ。あ、パー出します。男気ですよ。男気ですよ。チョキでしょ。まあチョキ、まあチョキだよね、とりあえずね、うん、そうですね、まあまあ、チョキ出します。チョキ出せもパー出すから、はい、ちょっとこれはパー出すからね。いける？はい、いけます。はい、いくよみんな、はい、せーの、男気じゃんけん、じゃんけんぽい。最初は引っかかった。もう読めなくて悲しい、読めなくて悲しい。そうでしょ、読めなくて悲しい。待って、でもさ、セクシーね、やっぱほら、なんかね、あれ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 、一番、行きましょう、もう行きましょう、行こう、行こう、引っかかった、本当にね、結構ね、待って。でもさ、最後だからさ、読んだ方がいいよ。半分だけしましょう、もう。そんなことある？ないないない。はい、行こう、これはもう。せーの、男気じゃんけん、じゃんけんぽい。うわーい、あいこでしょ。あいこでしょ。意外、素晴らしい、素晴らしい。さすが、男気じゃんけんって発音したの私なんですけど、今めっちゃ後悔してる。イエーイ。ということで、アリサちゃんにさん、よろしくお願いします。お願いします。してきた。ではじゃあ、はい、すごいドキドキの中、はい、
このね、うん、企画がどんな番組なのか、はい、皆様にお伝えしたいと思います、うん、お願いします。はい、渋谷女子企画とは渋谷ガールズプロジェクトのこと、女子の夢を応援していくプロジェクトです。自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聴いてほしい、あなたの夢を世の中にどん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 発信しちゃいましょう。女子のやってみたいことをテーマにした参加番組、今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんにも出演していただくので、成功するためのヒントをこっそり聞いていきたいと思います。この番組では皆さんからのメッセージも渋谷女子企画の公式ツイッターとインスタグラムでも募集しております。ぜひ検索してみてください。皆様のメッセージお待ちしております。緊張するね、やっぱり最後に言ってくれた。はい、あ、私ですね。そしてですね、はい、今日は、ハミさんのコーナーなんですよね。そうです。今日はハミの女子力アップ塾のコーナーです。うん、お楽しみに。楽しみ。楽しみ。はい、はい、それでは7時50分までのお時間、はい、お付き合いをお願いします。お願いします。はい、渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りします。それではお聞きください。オープニング曲はスマイル海賊団でパイレーツフォースマイル。お送りする渋谷女子企画、本日は卒業スペシャルの回をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて、はい、ここからのコーナーでは、はい、番組とコラボをした商品のお話をしたいと思います。はい、去年の7月に番組で発表した初のコラボ商品の、はいはい、スノーボードの板、うん、はい、これなんですけど、はい、まあ、その7月で発表した時にはコラボをする会社名、うん、とかはね、まだ言ってなかったんですけど、はいはい、まあ、その発表ね、うん、今日はしちゃいたいなと思っております。はい、その会社とはですね、はい、実は、はい、あの有名なヨネックスさんです。うわー、すごい。すごくないですか、ね、すごいですよ。みんな知ってる、知ってるもんね、うん、みんな知ってます。はい、うん、そんなね、嬉しい、うんうん、はい、ヨネックスさんとコラボをさせていただいた、うん、板なんですけども、うんうん、デザインを、はい、まあ、私、ハミと、はい、アリサちゃん、はい、そしてミサさんの3人で考えさせてもらいました。はい、アリサちゃんの こだわりのポイントとかってありますか？まだ見せてない状態よね。そうそうそう、うん、
ぱね、雪って言ったらもう真っ白じゃない？そうですね。それに映えるデザインをすごい考えた。でも女子力もたっぷりのボードにしたくて、でもその時に案を出し合ったんだけど、結構一致しましたよね。そう、すごいあったの。3人ともこういうデザインがいいってすごい一致したから、すごい作りやすかったです。そっからいろいろね、ちょっと難しかったですけどね。ね、いろいろありましたけどね。はい、かなり色とかもね、こだわりながら考えさせてもらったんですけど、まあ、私のこだわりとしては、すごくね、よーく見てもらわないとわかんないと思うんですけど、めっちゃよーく見ると、どこかにジェイゾーがいるんですよ。待って、ジェイゾーがいるんですよ。わかるかな。そんな画像をね、まだ2人にも見せてないから。そうです、そうだね、気になる。あ、わかんないかも。写真でわかるかな。でもね、すごい。え、ここまだ見せれないんですよね。見せれないんですよね。そうなんですよ。皆さんにはまだお届けできないので、じゃあ私たちが特別に、あの、食レポみたいな感じ。食レポだね、そうだね。いけないから、いい感じに伝えてね、二人とも。はい。かわいい。かわいい。本当。意外にこういうデザインってない気がします。ないですよね。え、スノボ行きたい。確かに女の子らしい。あとは？どうどう？華やか？華やか。いいよ。え、すごい。絶対でも雪に映えますね。絶対。この色味は。いや、皆さん絶対楽しみでしょうね。見つけれた？ジェイゾー。私もちょっとサプライズで聞いたんですけど。ジェイゾーどこ？いない。いない。多分この画像にはいない。でもね、このサイズ感だともしかしたら分かんないかもしれないんだよね。実物だとちょっと分かります。実物だとね、いい感じに馴染んでる。いい感じに馴染んでる。本当に頑張んないと気づかないぐらい。すごい美味しいじゃないですか、ジェイゾン。ここかなっていうとこ。分かる。実は中に、その板の中に QR コードを埋め込んだんですよ。あー、それは。はい。あ、じゃあ、そうですこれかな。そう、QR コードがありまして、その中に実はね、ジェイゾーがいるんですけど、このね、QR コードを読み取ってもらったら、このね、渋谷女子企画の番組ツイッターに飛んでこれるっていう、ね、すごい仕掛けになっております。 LINE かと思いました。個人 LINE。 個人 LINE。 推しが強い。個人 LINE やばいね。そうなんですよ。そう、ジェイゾー見つかった？ジェイゾー多分ここかなっていうのは一致してます。え、どこ？え、ここですよね。え、この中？この中で正解。正解。ここですよね。全然わかんない。全くわかんないね、この画像じゃ。全然わかんないですよ。わかんないけど、これね、今ちっちゃい画像で見てるからわかんないけど、大きな板で見たらなんとかわかるぐらい。なんとかわかる。なんとかわかる。実物を見てみたいね。実物を見たい。世界観あるから、いきなりね、そのボードにジェイゾーちゃんいきなりボンっていたら、確かに。ちょっとね、世界観も。ちょっとね、わかります。ね、わかります。入れたかったんですけど、あまりドンって入れちゃうと、全部持ってちゃうから、そうそうそう。なので、まあね、若干うっすらいさせたいなっていう気持ちから、こういう感じで埋め込ませてもらったので、ぜひね、まあ、まだその画像の方は見せれないんですけど、発表された際にはジェイゾーちゃん探してもらって、あとぜひね、これ読み取って飛んでもらえたらなと、シブジョ企画の方に、はい、ぜひ思っております。本当楽しみ。早くなんかもっと発表したいですね。そうなんですよね。でもほんの、あのデザインの一般公開は2月10日。2月10日、もうちょっと先か、あと1ヶ月間ぐらい先ですね。そう、今2人に見せた画像を2月10日に発表させてもらうので、ぜひね、それ心待ちに待っていただけたらなと思っております。そしてですね、2月の2日の渋井町のゲストはなんと、スノーボードのオリンピック選手が来ちゃうかも。すごい、しかもヨネックスのって書いてありますね。ヨネックスの、すごいですね。すごいですね。すごいですよ。オリンピック接種、そう、本物がね、来ちゃうかもしれないらしいので、そちらの方もね、楽しみにしていただけたらなと。そっくりさんの可能性もあり。そうですね、これね、台本の方にカモって書いてるから。そうですよね。絶対来るって言ってないんですよ。この企画ならね、そっくりさんあるかもしれない。かもしれない。それで面白いですよね。オリンピック選手のそっくりさん、やばいな、それは。形とかもすごい、すごい見せてきてほしい。よく見つけ、ボード抱えてね。そうそうそう、来てほしいです。
京オリンピック選手か、すごいな。そうですね、うん、まあね、本物が来てくれることを願って願いましょう。はい、願います。ちなみにみんなはスノボとかってしますか？スノボ、うん、ちっちゃい時はしてたんですけど、うん、今は本当にしなくなっちゃって、うん、でも2月にできたらいいねって友達とさっきまで話してました、うん、今ちょっと寒すぎるから、そうだね、そうね、計画練ってって感じで。でもスノボ女子って最近多いですよね、うん、流行ってるよね。流行ってますよね。行く？あ、いや、でも私もまだ行ったことはなくて、うんうんうん、でも周りでやっぱり大学生の友達とか結構行った話聞くので、うんうん、いつかやってみたいなとは思ってます。うんうんうん、でもそれ もう自分のボードで、このボードでかっこいいですよね。行きましょうよ。我々がデザインしたボードで、マイボードはかっこいいですよ、ね、で行く人って本当に1ヶ月に何回も何回も行きません？すごいなと思う、うん、本当。アリサちゃんも行きます？私やらないんですよね。ずっともう今年こそやろうやろうって言ってるんですけど、なんかなかなかタイミングなくて、でもせっかくね、こうデザインしたので、うん、ね、そうだよね、うん、やっぱ形からね、入ったじゃないですか。そうですね、わかります、わかるよ。ボードに、ボードがね、可愛かったらね、それはね、始めちゃいますよね、きっと。ね、行きたくなりますよ。絶対ゲレンデで目立つ、絶対目立ちますよ、ね、このボード、このすごいもう映えるボードでみんなで滑りたい、うんうん、あ、いいね、いいね、楽しい。同じボード、あの人も同じボードの感覚で行きたい、うんうんうん、なんか一気に流行ってるみたいになるよ、ね、確かに、すごい。でもそのぐらい注目浴びたぐらい絶対可愛いデザインだと思います、うん、可愛い、うん、自信作ですね。自信作ですね、うん、結構時間かかりましたもん ね結構なったよね、うん、そうそう、デザインのサイズ感とかもこだわったし、まあ、色ももちろんだし、うん、文字の色とかもね、全部こだわって作ったので、そう、それも私もやったことがなくて一回も、うん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 、そうなんですよ。そう、割といい年なんですけど、この年まで行ったことがなくて、はい、なんでもう初ボードはこのボードで、まあ、初ボードはこの子に決めたいですよね。もうこの子で、うん、そうですね、うんうん、みんなどうやって行くんですかね。車？うん、車で車じゃない、うんうん、ちょっとね、本当行ったことがなくて全く分かんないけど、でも、ゲレンデに電車で行くっていう感覚はないですね。だってボード抱えていくの無理じゃない？うん、そうですよね。向こうでレンタルする人だったら電車回りかも。あ、そっか、そっか、そっか。私はだいたいお父さんの車の上に積んで行ってました、うんうん、なんかよく積んでる車あるじゃないですか、うんうん、見る見る、うん、ああいう感じで、へえ、そうなんですよ、うんうんうん、そうなん、ゲレンデマジックね、あるって言うからね。そうなんですよね、もうそれをね、楽しみにずっと来てるんですけど、楽しみ方間違えてない、大丈夫、いるんですけど、ね、みたいな、なかなかやる機会がね、ねえ、ゲレンデマジック体験したい、このボードでぜひみんなで行きましょう、行きましょう、ぜひね、皆さんボードの発表も楽しみにしていてください。はい、それではここで1曲お聴きください。トライプレインでラブソング。渋谷女子企画、この番大変失礼いたしました。
ジェイナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間も引き続き卒業スペシャルでお送りします。よろしくお願いします。お願いします。はいはいはい、さてここからのコーナーは、うん、3人に番組の思い出などを聞いていこうと思います。はいはい、卒業スペシャルですからね。そうです。今日はね、いろいろ聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずはオーディションでの話なんか聞きたいなと思いますね。ちょうどこの感じですもんね。そうですね。そうオーディションでこう発表された時にこの感じ、そうちょうど席もこの並びで、本当に心臓バクバクで、ね、歌ってたもんね。歌ったの？歌ってました。誕生日が、さえさんの誕生日が近くて、で特技が、うん、全然趣味程度なんですけど歌だったので、うん、その時にハッピーバースデーで歌わせていただいて、めちゃくちゃうまいですよ。いやもうあげないでください。聞きたい。ちょっと早いんですけど、ちょうどあと1ヶ月で私の誕生日なので、うんうん、ぜひちょっと無茶ぶり、無茶ぶり。それは思うんですけど、聞きたいな。私聞いてないからな。前回そんな無茶ぶりあります？ありますよ。あります？あるよ、もちろん。急に緊張しちゃう。いきますよ、じゃあ、はい、じゃあいきますよ、お願いします。はい、失礼します。はい、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Arisa さん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。ガチじゃん。めっちゃうまい。緊張した。うまー。本当ですか。感動した。よかった。録画できてなかったから、もう嘘嘘嘘嘘嘘、もう緊張した。めちゃくちゃうまい。震えちゃって、もう嘘嘘嘘。すごい素敵な誕生日迎えられそう。本当ですか。よかった。あと1ヶ月後録画したしね。いやー、こんなこんなこんなお粗末様です。すいません、ありがとうございました。ちょっとからも拍手されてますね。もうありがとうございます。皆さんも本当にすいません、こんなそんなのを隠し持ってたんだね。いや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 、趣味です。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な誕生日を迎えてください。あと1ヶ月後。いや、うん、そう、歌も歌いましたね。懐かしい。うん、でもすごいよね、うん、2人も合格したってね。そうなんですよ。正直、あの人、何人いたんだっけ、あれ。あの時は4人ですね。4人いて、絞れなかったんですよね、すごい。で、選べなくて、2人取っちゃおうっていう、4人。びっくりしました。本当にびっくりしました。おって。そう、ずっと裏で待ってる間に緊張して、ああ、どうしよう、どうしよう。そうだよね。あ、でも裏でバチバチ感とかはないんだ、別に。ないです。なんかただただ4人とも緊張してましたよね。本当に。そう。とりあえず終わったねー。そうそうそう。手震えてるよって。まさか自分がこう外から見てたところから中に入るとはって思って、あ、これからこの中で喋るんだって思ったら余計、ね、本当に4人で並んだ時よりも2人になった時の方が緊張しました。本当に、うん、これはもう次またオーディションやるんですよね。またオーディション、そうですよね。そうですよね。そうだよね。3人とも卒業だから。そうなんですよ。次のオーディションに立つ。そう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 、そうですよね。また緊張を味わう。他受けにおいでよ、じゃあ。もう一回行きたいです。行きたいです。本当に行きたいです。ぐらいありそう。行きたいです。私の3週目のアシスタントちゃんもチェンジになっちゃうんで。そうなんです。よろしければ言ってみますな。いいのかな。ちょっと言ってみます。言ってみて、うん、言ってみます、うん、言ってみます、うん、全然。あ、歌ってからもう赤くてもうほっぺが熱くてしょうがない。歌わせるよ、これからも。誕生日じゃないやつ歌ってもらいたいですね。そうだ、新しいやつ、新ネタをね。本当にオーディション新ネタじゃない。用意しといて。用意しといて。オーディションの時はもっとさっきよりも全然声震えてたと思います、うん、本当に。でもそうだよね、緊張するよね、うんうん、その中で歌えるのが本当にすごい。いやもう今だと思って、今もすごいし、うん、いや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 、急なね、急な振りで歌えるのも本当にびっくりしましたよ。そういうの大好きだから本当に怖いんですよ。本当に怖い。もうやばいのがボスだったんだね、じゃあ。もう本当に、もう本当にいろいろこうこうね。どうでした、オーディションの時。いや、私もやっぱりすごい緊張してたんですけど、うん、初めてのラジオだったので、うん、もうドキドキとワクワクで、うん、でもやっぱり、うん、
アシスタント決定の時はもうなんか新鮮な嬉しさはまだ忘れられないです、うんうんうん、覚えてますね。嬉しいよね。名前呼ばれた時もなんか2人でキャーって可愛い、ね、そうみたいな、うん、2人みたいなでも心強いしね、一人じゃない方がね、分かち合えるからね、よかったです。なんか思い出の回とかってありますか？忘れられないこの回はとか。私は2回目のビートバディボーイさんの回なんですけど、この渋谷女子企画でゲストさんが最多人数だったんですよ。7人かな、7人ゲストさんが。そうなんです、一般でした。ここに3人4人って感じで、喋れなくない？かなり、アリサさんと始まる前にすごい打ち合わせしたりして、本当にどう行こうかって思ってました。争奪戦だよね、もうマイクの。そうですね、すっごい、すごかったです。もう音が爆発してました。で、なんか7人対2人で、そう、2列にこう、そうそうそう、はいはい、もう迫力がありすぎて、だからちょっとあわあわしてたのを思い出す。どうしよう、どうしようっていう。どこに振ろう、どこに振ろうって思ってましたね。あとなんか踊っていただいたりもして、そうなんですよ、即興でね、即興で、ネタじゃないんですけど、ネタではないんですけど、可愛かった。アリサさんがその時に109でまだ働いてた時に、その109のお題で踊るっていう、そう、即興で109的なダンスってこと。そうです、そうです、メンバーの一人、色気もありつつ、そうです、そうです、女子企画かける109みたいな感じで、すごい楽しかった思い出があります。すごいね、それは忘れないね。忘れないです、一生忘れないって言って。アリサちゃんはありますか？私ですか、なんだろう、思い出も常に緊張してましたね。そうなの？なんかもう、ちょうど1年か、1年経つんですけど、さすがに3回、4回やってれば、まあ、慣れるかなと思ったんですけど、なんかもう始まる30分前ぐらいからずっと心臓がバックバックです。意外。もうこの半分ぐらい、もう最終ぐらいに行った時点で緊張解けるんですよね。なんか緊張して、もう家帰ったらもう反省会一人でしてました。可愛い、みたいな。本当素敵ですよね、そういうところ。本当に素敵です。いいギャップ。強そうに見えちゃうんだよ。わかるよ。でもそうだよね、私たちもさ、月1回だから。そうなんですよね、何かそうそう、言い訳しちゃうと。そうなんですけど、そう、フォローしつつ言い訳するけど、そう、月1回だからなんか毎回すごい新鮮な気持ちっていうか。そうですね、なんかね、毎回緊張するな、私も。すごいしますよね。全然見えないですよね、お二人とも。緊張が見えないです。でも今でも本当すごい緊張してるよ。本当ですか？半分来ましたよ。半分来ましたよ。超えたか、超えてから。そろそろ行けるかな。そろそろ来る。ありますか、思い出深い回。私は、あのリエンダーガールズの小島里奈さんと伊藤桃子さんがゲストでいらしてた時に、あの心理テストをみんなでやったんですよ。でその時に、はい、懐かしいです。その時にあの、アリサさんも含め、リエンダーガールズの3人の回答が本当に毎回一緒で、選ぶものが全部一緒だったんですよ。私だけ別で違ったんですよ。そう、3人とも本当に全部同じだったんで、あ、何かやっぱり共通しているものがあるのかな、見てくるのかな、思ってました。その内容は全然覚えてないから。面白かったです。すごいね、やっぱ似てくるのかな、ずっと一緒にいるから。そうですかね、もう数年もずっと一緒にいるので、確かに似てくるかもしれないですね。私も見てて不思議だなと思って、そういう、つながってますね。すごい、考えが似てくるって、すごいな、本当に。じゃあこの経験で、なんか得たこととかってあります？そうですね、一番はコミュニケーション能力ですかね。真面目でも本当にいろんな人と喋るようになって、やっぱり人見知りはそんなにしない方なんですけど、初めての人でもやっぱり打ち解けて、いろんな人と関わって仲良くなろうっていう気持ちがすごい、1年前より全然すごい真面目みたいな。いや、いいよ、真面目。そんな感じで、でも大事だよね、そういうのってね。人とのつながりとかすっごい増えて、本当にやっぱりコミュニケーション能力一番大事だなって思いました。コミュ力がアップしたと学びました。21歳でそれを感じれるって本当にすごいなって思う。ありがとうございます。すごくないですか？
ですか。いや、すごいと思う。21歳でそんな立派なね、いやいやいや考え持てるなんてね、素晴らしいと思う。21歳なんてなかったもん、コミュ力なんて覚えてないですよ、全然。若いよりはもっと覚えてないからね。そうですね、うん、思いました。本当に人とのつながり、ご縁を大事にしようって思いました。いや素晴らしい、うん、これからもよろしくお願いします。なんか素敵。よろしくお願いします。泣いちゃう、寂しい、寂しい、勝手に寂しい。そう、自分がちょっとなんか、ね、一番来るんですよね、実は涙もろい。なんか私も初めて来たくせになんかもう感動しちゃう。いいな、仲間、素晴らしい。仲間いいなって、そんな素敵なお話を聞いたところで、次の曲に行きたいなと思います。はい、ここで1曲お聴きください。スペココでバトン。始まりました、ハミの女子力アップ塾。楽しみにしてた。いや嬉しい、すごい楽しみにしてた。ありがとうございます、はいはい。まあ、毎週あの3週目にやらせてもらってるコーナーなんですけども、今回もね、なんとお時間をいただけたということで、はいはい、ちょっとね、こんなね、美女をたくさん前にしての美容トークはね、大変恐縮なんですけども、はい、ちょっとね、美容トークをハミ先生として、はい、やらせてもらいたいなと。ハミ先生、はい、お願いします。おります。はい、今日紹介するのは美容効果満載の耳ヨガです。耳ヨガ、耳ヨガ初めて聞いた。聞いたことあります？ない、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 ない。多分ね、みんなね、耳ヨガ聞いたことないけど、あの耳つぼダイエットとかって本とかもありますもんね。そうそうそう、耳つぼダイエットはね有名だと思うんですけど、うん、まあね、そういう言葉があるように、うん、耳にはね全身につながるツボがたくさんあるんですよ。はい、で、まあ耳ヨガっていうのはそんなツボをね、耳のツボを刺激して、うん、まあね、本当女子に嬉しい効果が満載なので、耳には、はい、そんな効果なんかを今日はね紹介していきたいなと思っております。はい、まあね、ヨガって言っても、うん、まあ、それって言っちゃうとなんかポーズ取んのかなみたいな、うんうんうん、何それって思うかもしれないんですけど、うんうん、まあ、ただ引っ張るだけなんですよね。引っ張ったり揉んだりするだけ。そうで効果が得られて、ちょっとね詳しいやり方は置いといて説明するとして、まずね、その耳ヨガで得られる代表的な効果を紹介していきたいなと思います。ずっと触ってめっちゃ引っ張ってる。でもね、もう何も考えずにやってるだけでもね、多分ポカポカしてくると思うんだよね。絵的にどうなの？絵的にで、このね、耳ヨガで得られる代表的な効果としては、うん、まず顔のたるみの改善。これね、まだね、20代大丈夫だと思うけど、30代に差し掛かるとね、問題出てくるんですよ。ちょっと重力に、ね、かなわないみたいな、なってくる。顔のたるみの改善ができたりだとか、うんうん、あと顔のむくみの改善、はい、だったり、あとは血流の改善、うんうん、これね、やっぱその
ここをね刺激することで、うん、この辺の血流がアップして改善されるっていうね、うん、特にこの冬の時期って、うん、まあ、寒いのもあって滞るじゃないですか、うん、だからここをねマッサージすることで血流の改善もできます、うん、そして、うん、安眠の効果だったり、ね、あと視界がクリアになる効果、ありがたい、集中力アップありがたい頭がすっきり、うん、あと美肌効果などなどね、うん、結構まあ仕事中とか勉強中に、うん、まあ、効果があることも多いんですけど、うん、結構ねあの、うんうんうん、携帯のいじりすぎとか、はいはいはい、みんなあるでしょ、うん、スマホのいじりすぎそしてパソコンのいじりすぎあります、で、まあ、ちょっと目がかすんじゃったりとか、うん、ちょっとぼやけるなってあると思うんですけど、うん、こういう時もね耳をこうやって刺激してマッサージするだけで、多分ねそのぼやける時とかが一番ねその耳つぼの効果、耳ヨガの効果を実感できると思うんですけど、はい、そういう時にもすごく効果があります。で、まあ、これでね血流が良くなることによって冷え性に効果があったりとか、うんうんうん、あと肩こりの効果もあるし、うんうん、まあ、生理不順とかねそういう改善効果も期待できます、うんうん、というようにねこの耳にはねツボがたくさんあって、かなりねここを刺激するだけで得られる効果っていうのがたくさんあるんですけど、うん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 、このね耳ヨガの基本的なスタイルとしてはまず使うのはね親指と人差し指、これを使います。でもうそのままね耳を挟んでいくんですけど、まず基本なのが真ん 中耳の真ん中あたり、はい、に手前に人差し指を入れて、うん、後ろを親指で押さえると、うん、でこれで、ね、斜め上に引っ張ります。ゆっくり、あすごい痛い、ちょっと痛すぎはダメだよ。左だけ痛いです。痛い、うん、止まってるのかな、ね、ちょうど気持ちいいぐらいのところで引っ張ります。これをね呼吸ゆっくりしながら10回ぐらい、あでも気持ちいいんですよ。そう、うん、これね一気にねさーって流れてね本当にね視界がね良くなると思うんですよね。でこれ10回ぐらい引っ張ります。でこの形、この真ん中のポジションは特に足のむくみだったりとか冷えの予防に効果があるポイントになりますね、うん、ここ真ん中足むくむんですよね。むくむよね、わかるよ。そうそう、そういう時もねここちょっと刺激してビーって引っ張ってあげると、そこの効果があります、うん、そして次に耳の上部、今ね真ん中引っ張ったと思うんですけど上部ですね。次ここも同じように親指と人差し指でつまんで斜め上に向かって、これも呼吸しながらゆっくり引っ張ります。すごい。なんかさっきとはね、さっきとちょっと違うよね。違う刺激があると思います。でね、これはね、目の周りのシワとか気になる人は、引っ張りながら目を動かす、目をぐるぐる回したりすると、目の周りのシワにも効果があるというね。そう、いろんな効果プラス、目の周りのシワに効果があるっていうポイントになります、ここは。そして次、耳たぶ。次は下ですね。真ん中行って、上行ったら次下。耳たぶの付け根。を同じように2つの指でつまんで、これも下に引っ張ります。ビーゆっくり、これもまたね耳たぶ下なんですね。そう下、そうそうそう、下にゆっくり引っ張って、すごいあったかくなってきた。そう結構ねこれ血流が良くなるのをね感じると思うんですよ、本当に。そうそう、でこれ引っ張りながら次は口を動かす、口あお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 口を動かすとフェイスラインのスッキリ効果。これすごい絵ですよね。これ周りから見たらね、やばい絵になってると思うんですけど、すごい絵ですよね。そう。で最後にここまでいったら、耳を覆います手で。はい。でぐるぐるーと回す。これもゆっくり回す。はい。結構ね、気持ちいいですよね。ね気持ちいいよね。うん、そうなんだよ、頭がねなんかすっきりしない時とかもこうやってするだけで、うん、一気にね顔とか手とかの血流がすごいポポポポしてます。そうそう、アップすると思います。そう、うん、一気にね血が流れてね頭もすっきりすると思うんですけど、この真ん中、上、下、あとぐるぐるっていうのを全部まとめて約1分ぐらいでできるんですよ、うん、そう、気持ちいいでしょ、うん、結構ね本当になんだろうな、仕事の休憩時間とかにちょっとやるだけでも頭もすっきりするし、ちょっと今視界が明るいの分かるかな、みんな分かります、分かります、分かります、パーッとね明るくなるんですよ。ちょっと照明が眩しい。そう、すごいね簡単なことなのに、うんうん、そう耳ってツボがたくさんあるから、これだけでねいろんな効果を発揮してもら、うんうん、してくれるからすごいおすすめ で特にお風呂を入る前、うん、お風呂に入る前に1分間これをゆーってマッサージすると、うんうんうん、一気にね毛穴とかも開くのね。そう、顔の毛穴とか全部開くから、うん、その状態で、まあ、洗顔したりとかシャンプーしたりすると、うん、あの毛穴に詰まった汚れとかも全部ね、うんうんうん、
出してくれるので、うん、特にねそのまあ1日1分でいいんですけどお風呂前が私はおすすめかなと思ってます。もうこれから毎日やります。かなりね、場所もないですしね。そうそうそう、うん、全然なんかちょっとなんか疲れたなと、うん、歩きながらでもできるしちょっと怪しいけどちょっとね、うんうん、なんかちょっとすっきりしないなっていう時に、うんうん、まあ朝一とかでもいいかもしれない、うんうん、多分目が覚めると思うから、うんうん、常にやっちゃいそう、うん、確かに多分ね、すごいいいと思うよ。回すのはどっち回りでも大丈夫。回すのはそう後ろ行ったり前行ったりそれは、うんうん、すごいポカポカしてますもんね。すごい今すごい今ね、上がってるでしょ。そうなのよ。これね、今そう耳だけポカポカしてるんだけじゃなくて、うん、これでもう全部に行き渡ってるから、うん、すごいおすすめなのでね、うん、ぜひ皆さん1分騙されたと思ってやってください。耳をが1分以上やってもいいんですよね。あ、全然それは大丈夫だよ。ずっとやってる。あの引っ張りすぎないように、はい、痛い痛い痛いみたいな感じだと良くないので、うん、痛気持ちぐらいのところで、うん、はいはい、引っ張ったり揉んだり回したり1分の耳をがぜひぜひ試してみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ハミ先生のおかげで、はい、こんな私のコーナーでした。はい、はい、ここで一曲お聴きください。スマイル海賊団でクレイジーなるセレブレイト。から始まりました渋谷女子企画。お別れの時間が近づいてきてしまいました。寂しい。早い。寂しい。このぐらいの時に、なんかだんだんリラックスされてもっと行きたくなるよね。行きたくなりますね。寂しいな。まあね、せっかくなので告知の方をしていきたいなと思うんですが、はい、なんと私が告知を、はい、すいません、はい、告知をさせていただきます。はい、ですね、Amazon プライムの方で、うん、放送される、バチェラージャパンのシーズン2の方に参加させていただきました。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。バチェラー、そう、まだね、放送は今年の、ね、細かくは言えないんですけども、うんうん、まあ、近日公開になるので、ぜひ今月中かな、かな、もしかしたらまあ何かチェック、ツイッターとかチェックしてればね。そうですね、ツイッターとか、ツイッター、はい、うん、まあ、私のツイッターとインスタでもいいですし、うんうん、そのバチェラーの公式もあるので、ぜひね、チェックしてもらってね、はい、私の公開婚活を見たい。楽しみ。そんな、なんか言え、なんか聞いても言えないんだろうな。そうなんだよ。悔しい。そう、公開婚活って公開婚活をね、31歳の公開婚活をね、みんなに見てもらいたいなと。見ますね。見てね。絶対見ます。ぜひ見てください。ずっとハミさん探してる。まだ来ないじゃん。来ます、来ます。どこって。ぜひね、皆さんにもチェックしてもらえたらなと思っております。はい。もう終わったんですかね、そのあれは。撮影はね、はい、終わった。うん、そうなの。あとは見るだけ。もう見るだけですね。見るだけですね。楽しみ、ね、いやいや、ね、こんなみんなの卒業の会に私の話なんてしちゃって、いやいやいや、申し訳ない。もうねほりはほり聞きたいところ、聞きたいところなんですよね。なりますね。ゲストみたいになっちゃいますね。ゲストさんみたいな。とんでもないです。ゲストさんみたいになっちゃう。最後になんか今後の目標とかありますか？今後の目標は、うん、
最初も言ったんですけど、やっぱりアパレル関係で、うん、アリサさんみたいに会社に入って、うん、そう企業のデザイナーとして活躍できたらいいなと思って、本当に憧れの存在、アリサさんと一緒にお仕事させていただいて本当に嬉しかったです。めっちゃいい関係、本当に泣いていいよそう言われると泣けないよね、ちょっと引いちゃうアパレルスタッフで、そこからそのブランドの企画デザイナーで行ってるので、そう服飾の学校行かずにやってるからこそすごい尊敬します。いや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 、変な話、もう全部のサイズをこう測ってお洋服作ることすら知らなかったから、こういう感じって言えばできるのかなと思ったら、もう全部測るんで1ミリ単位でも、素晴らしい、すごいなと思って、いやでも勉強してる分あと頑張ろうと思って、楽しみだねこれからね、いろいろねそうだよ、教えてよ、情報共有は絶対お願いします。さえちゃんはありますか？今の一番の目標は、うん、地元の福岡アジアコレクションっていう有名なファッションショーあるんですけど、うん、やっぱり地元 の、 学生の頃から見てたステージに立ちたいと思っているので、うん、それが今の一番の私の、素敵、応援してる、ありがとうございます。でもなんかポンポン行きそうな気がする、行きますよね、絶対まだまだなんか夢とかやりたいこともたくさんあるので、うん、お仕事増やせるように、そしてこうやって、ね、ラジオとかも経験させていただいて、とても楽しいなって思ったので、うん、幅広くいろいろできるように本当に頑張っていきたいと思ってます。楽しみにしてます。まだね、21歳だからね、まだまだや、本当に何でもできるから、ちょっと焦る気持ちはなんかもう常々あるんですけど、あります、あります、あります、私のが焦った方がいいかなと思いました、ね、いや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 、アリサちゃんはありますか、こっからさらに行ってやるぞみたいな、ここから、うん、でももうずっと表、そのカタログ撮影とか表に出ることが多くて、そこからも一気に裏方になって、やっぱ服の作る大変さも今すごい感じてるんですけど、自分が作った服は大体3月とか4月ぐらいに発売されるかなみたいな、大体お洋服は半年前ぐらいから作り始める、9月10月ぐらいから、デザイナーとしているので、なんか自分が作った服が本当にかっこいい、着てくれてるっていうのが多分一番の嬉しさと感動だと思うので、それをちょっと夢見ながら毎日頑張ろうと思います。期待してます。そんなね、今日卒業する皆さんにちょっとプレゼントがあるんですよ。聞いてない、聞いてないぞ。何？何ですか？おめでとうございます、卒業。やばい、やばい。すごい。やばい。嬉しい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。時間かかる？予想もしてない。いやね、いや本来ね、ここはね、ミサさんからね、いただいた方がいいかもしれないですけど、今日はね、代打で私から物の方。素敵、可愛い、可愛い、可愛いよね。ありがとうございます。卒業おめでとうございます。やばい、ごめんなさい、泣いてます。ごめんなさい、泣いてます。嬉しい、サプライズ。さっきね、みんなが言ってた夢に向かってね、これからも頑張ってほしいなと。やだ、すごい嬉しいんだけど、うまい、ありがとうございます。お花が似合う、素敵なお花、ありがとうございます。だんだんなんか年を重ねるにつれ、お花が本当に嬉しい感じ。なるよね、わかる。なんか感じ方が変わってきますよね。若い時はね、本当に嬉しいでこう終わるんだけど、なんかそのそこまで考えちゃう、なんかどんな気持ちで選んでくれたんだろうとか、そこまで考えるとなんかうるっとくるよね。来ます、もう来てます。来てるね。来てます。いつこぼれるのかな、その涙は。ちょっとメイクが、こぼれないと見た。こぼれないの。ちょっと乾燥して冬だからね、ちょっと乾燥してるからね。ありがとうございます。おめでとうございました。ね、すごいスタジオ中がすごいいい香りになってる。はい、そんな今日は卒業の会でした。和田梨沙さん、町田春日さん、田中紗恵さん、今までお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
はい、来週の渋谷女子企画は、私ハミとマリア AT さんの会になります。ゲストはダンス&ボーカルユニットホーバルのお二人にお越しいただきます。なんかね、インスタなどでね、すごい人気の可愛い踊れるお二人が来てくれるのでね、はい、そうなんです、めちゃくちゃ可愛いんですよ。ぜひね、楽しみにしていただきたいなと思っています。はい、渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェイナグループがお送りしました。本日もご観覧そしてご視聴ありがとうございました。それでは来週もお楽しみに。みんなおめでとう。